にちは。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまから近藤弥生足立区長の記者会見を始めます。近藤区長お願いいたします。はい、まず冒頭お詫びですけれども、前回の記者会見の際に書かない窓口の開始を10月30日にということで、ご紹介をさせていただきました。で実際に、開始に向けて動いておりましたところ、担当者の方が、使用するあの BSNi ネットさんの指ナビプラスというアプリケーションについて、確認をしたところ、何か、管理者権限で、特定の、作業をすると他の自治体の申請状況が見えてしまうというような不備が、脆弱性があることが分かりました。そこで会社の方に改善をお願いしておりまして、実際今改善のシステムが上がってきて最後の確認をしているところでございます。この書かない窓口の立ち上げにつきましては来年新年早々を予定をしております。10月30日ということでご紹介してまいりましたことが延期になりましたことを、この場をお借りしてご報告並びにお詫びを申し上げたいと思います。それでは案件に入ってまいります。まずはじめに、これは、10月の16日に足立区が国民健康保険の特定健診検査の勧奨事業を委託しております NTT マーケティングアクトプロ、プロ CX 並びに NTT ビジネスソリューションズですけれども、この方から区民の個人情報が流出をしているという報告があったことはご承知の通りでございます。実際に私も NHK の記者会見を拝見しましたけれども、もう直近まで、直接パソコンの方から個人情報を取り出すことができるような、非常に危うい運用がされていたということも分かりました。実際に、令和5年4月に個人情報保護法が改正になりまして、委託事業者が個人情報保護取り扱う委託先に立ち入り、調査をするということが、可能となりまして、足立区でも年に一度原則立ち入るということを、各所管に通知をして説明会も開いてまいりました。ただ、その後ですね、年度の早い段階で、立ち入り調査をするという意識が欠けておりまして、実際に今回この事件が起こって確認をしてまいりましたら、まだほとんどの現場で立ち入り調査が行われていないということが分かりました。そして改めて10月の20日から27日に全庁の調査を行いまして、今後立ち入りが必要な箇所が1030件あるということが明らかになりました。ただこの中でも特に優先度の高いところを取り出しまして、この11月の16日からこちらのコールセンター業務等が6件、再委託している業務7件、この13件を先行して12月いっぱい、12月までにですね、検査を立ち入り検査をさせていただくということを決定しております。とは言いましても残り、932件ございますので、年度内の実施に向けて可能な限り早期に実施をするということでございますけれども、この13件に入っていく中で統一して確認していかなければならないポイント、なるべく効率的に時間短く立ち入るためにはどのように行ったらいいのかというようなことも現場で確認をしながら、残りについてですね、検査時期ですとか方法、進捗の管理などの具体的な内容について再検討して改善を図っていく必要があるということを強く感じておりますので、これにつきましてはまた調査が、立ち入り調査が、進む中で逐次内容等をご報告させてまいります。次に、これ6号補正でございますけれども、物価高騰支援策についてでございます。まず区内の小規模事業者につきまして、足立区が持っている、小規模事業者向けの、補助金がございました。小規模事業者を応援する経営改善補助金というものですけれども、これが昨年までは上限100万円だったところ、この4月の臨時会の補正で上限を200万円に上げました。
そしてさらに、区内の4718業者にチラシで、この内容についてお知らせしたところ、申請が急増いたしまして、今回の補正になったということでございます。当初200社程度を想定しておりましたけれども、これが倍以上の472社に対応できる予算として、情報修正させて 2億円を補正させていただくものでございます。期間も、来年の2月の13日まで延長いたしました。次に、これは上半期に足立区が、障害者施設や私立幼稚園保育施設、公衆浴場等に対して行った、光熱費、食材費、燃料費等への支援を下半期9月から来年の3月までも同じスキームで、支援するという内容のものでございまして、これも今回の6号補正予算計上させていただきました。次に、これは非常に今区内でも大きな問題となっておりますバス事業者に対しての新たな支援についてでございます。一つは、これは6年の7月から新しい貨幣に変わるわけですけれども、その新貨幣への対応、そして3年に500円の効果が新しくなったわけですが、まだこうしたものに対して対応できていない事業者に対して、機器導入の負担軽減のための補助制度を5年と6年度2年に分けて行うというものでございます。ただもう現場はこうした対応だけでは全く継続できないような大変厳しい状況になっております。実際にこうした路線バスの廃止減便について次々と報告が入っております。でまた一方で、交通不便地域ということで足立区が、社会実験として始めました分分号ですけれども、やはり思ったほど乗っていただけなかったということで社会実験を終了しております。このあとこの地域どうするかということも課題として残っているわけです。そこでまずこの最初この社会実験については花畑地域ということで行いましたけれども、次に私どもが着目しているのは、この後、入谷ですとか鹿浜のこちらの地域でございます。でこの地域については不便という声はあるものの、バス路線は、意外に充足して多方面に走っているバスがあるということですから、こちらの不便感はバスの増便や増設で、払拭するのではなくて、新しい、実験デマンド交通という手法で、対応していこうということを考えております。これ全く新しい足立区で始める試みですので、少し細かく見ていきたいと思います。簡単に言えば、無線でタクシーを自宅まで呼んで、そして一定のところまで行って、金額を払っていただくというわけですけれども、その中から区の方が補填をしていくというシステムになりますが、期間としては令和6年の6月からの半年間ということです。少し短いかなという気がいたします。これについては期間、少しこれから延長も含めて検討していく必要があるかと思います。運行事業者は入谷鹿浜地区に営業所等がある、希望してこの事業に手を挙げていただけるタクシー事業者ということになります。そして、事業の形態でございますけれども、足りなかった運賃を区が補うという運賃差額補助の形式、こうした形でデマンド交通を行うのは23区初だというふうに聞いております。この実施をするための、5年のゼロ債務と6年には2000万円程度の予算を計上する必要が出てまいります。料金についてですけれども、通常の料金と、送迎料金の合計が2000円未満の場合には利用者の方に払っていただくのが500円、これはお一人500円ということではなくて1台500円です。つまり1台に4人乗っていただければ、これを頭数で割っていただく料金がお一人様ということになります。2000円以上の場合には1000円という形
そしてまた自身で移動することが困難な方の割引もございます。で、利用対象者ですけれども、今回は入谷鹿浜地区にお住まいで事前に利用登録を行っていただける方ということに限ってまいります。そしてどの程度の方に利用していただけるかという想定でございますけれども、入谷、対象地域に住民票のある方の、4% 程度、これは先行自治体等の同様の、事業を参考にしてございますけれども、こうしたことで、算定をしてございます。利用可能な時間が、朝の8時から5時、そして日曜日祝日は不可という形になります。利用の30分前に電話で予約をしていただくという形になってまいりまして、1人につき月8回までという上限も設けさせていただきます。事業スキームをもう一度簡単にご説明いたしますと、実際に利用の30分前に、自宅までタクシーを呼んでいただく、そして呼んでいただいた自宅から、これから今日地図をお配りしているので後でご説明いたしますけれども、今日どこでも好きなところまで行かれるという制度ではなくて、乗り降りできるとこ決まっておりますので、その共通の乗降場所まで行っていただく、でそこから交通機関に乗り換えてご自身の目的地まで行っていただくという途中の足を確保するという事業だということでご理解いただきたいと思います。そして、6年度の事業スケジュールですが、6年の6月から12月まで実証実験を行っていくということです。で、例えば、乗り場所を増やしたり減らしたりするような簡単な、見直しはこの実証実験の中で行いますけれども、例えば金額を見直していくというような大幅な見直しは道路運送法に基づく法定会議の開催が必要となりますので、この6ヶ月の間の中ではできないということですので、もし大幅な見直しをする場合には1回6ヶ月間終わった後に一度事業を中断して見直していくという必要がございます。今申し上げましたこちらが、乗降場所、共通乗降場所の地図でございます。医療機関ですとか公園ですとか商業施設といったことは目的地に入っておりますけれども、さらに遠くへいらっしゃる場合には、公共施設で、失礼しました、交通の結節地点、例えば日暮里・舎人ライナーの舎人駅ですとか、矢沢駅等の、駅といったところまで乗っていただいて、そこからさらに乗り継いでいただくという形になってまいります。先ほど申し上げました通り、春風の減便に伴って区内で春風を運行していらっしゃる、会社が5社ございまして、今までのところ4社と、意見交換を行いました。大変厳しい結果が出ているのは、赤字を補填してもらっても運転手の余裕がなく、とても、このままの状態で春風を維持することが困難であるというお話もいただいております。そして1社につきましては委託形式に今変えてもらえれば継続も可能であるという話がございましたが、委託ということになりますと運転手さんを雇用し続けるための人件費かなり上乗せをしないと難しいということですとか、あとはシルバーパスが利用できなくなりますので、その分の金額も上乗せをしなければならないということで、かなり高額な委託費がかかってくることが想定されます。どこでもかしこも委託でというわけにはいきませんので、必要な足、春風を走らせるのにどこがふさわしいのかということをきちっと精査をした上で委託に切り替えていくということも来年度早い段階で打ち出していかなければならないと考えております。次に、これは国から来ている案件でございます。住民税の非課税世帯の新たな臨時交付金の対応でございます。11月2日に閣議決定されまして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を支給しますよということでございますが、これについてもまだ11月10日に国の通知は届きましたけれども、予算化はこれからということですが、足立区でも年内に予算、実際に予算化されてから
立ち上がったのでは給付が遅くなりますので、対応を考えてすでに体制を整えてございます。実際に今回は1回目の実施でありました対象者のところ3万円を給付した同じところに1世帯あたり7万円を給付するということになるわけでございますけれども、まずこうした給付金がありますよと、そしてどの口座にお振り込みになりますか、今までの口座でよろしいですかという確認の通知を来年の1月上旬にさせていただいて、今までの口座で OK という方に対しては最短でなんとか1月の下旬にはお手元に届くような形でキャッシュインをしていく、そういう今スケジュールでございます。これも追加案件として定例会に提出を予定しております。次にふるさと納税の返礼品でございます。ここのところ世田谷区さんが絵画を返礼品に加えられたというようなニュース、新聞でも報道を拝見しまして、どの区も知恵を絞っているんだなということでございますけれども、足立区でも、令和4年度から返礼品を増やしまして件数が368件、金額にして1億1400万円よということでございますけれども、これ前の年は、この368件に対して78件、そして1億1000万円よに対して1800万円よということでございますので、やはり返礼品を増やしたり内容を整えていくということで、一定の効果が得られるんだなということは実感いたしますけれども、いくら1億1400万円を寄付をいただいてもマイナスの減額は21億に達しているわけでございますので、とても追いつけるという状況ではないことは事実でございます。なんとかこれについても23区、東京と力を合わせまして国の方へ制度改正をこれからも呼びかけていくということでございます。特に今回新しく返礼品の中に加えましたのが、こちらの綾瀬にございます伊藤カバンさんのところのランドセルのリメイクアイテムということです。お子さんが使われた、6年使い終わったランドセルを持ってきていただくとですね、これは入ってはいないんです、返礼品には入ってないんですけれども、こういうミニのランドセルを作っていただける、そういうサービスを伊藤さんされてます。ただこれを一つ作ってしまうと他のものができないということで、足立区の返礼品の場合にはランドセルではなくてですね、こちらのペンケースですとかコインケース、そしてこのキーホルダー、この3点を返礼品の中に新しく加えさせていただきました。ランドセルを持ってきていただくと、こうしたものに思い出の品物が変わっていくということです。それとよくもくさんは、これは足立区初の洋菓子として有名ですので、今回新たにラインナップに入れさせていただきました。自転車はいいんですか？もう一つですね、自転車の後ろにお子さんを乗せる場合の雨よけのカバーというのが、これが何か人気商品なんだそうですけれども、いろいろ調べてみたらメイドイン足立だということが分かったということでございまして、こちらのチャイルドシートレインカバー、こちらも加えてございます。これだけでということではなく、いろいろご要望も聞きながらトレンドを見極めながら、足立区でも魅力的な品物を返礼品として揃えていきたいと考えております。最後になりますが、これは7月10日のリリースペーパーでお知らせしました日本財団さんの海の民話の町プロジェクトの一環で、その自治体が持っている海に関する語り伝えをアニメにしていただけるという企画でございまして、都内初に足立区が選ばれました。千住大橋と大亀というのがアニメ化されるということになりまして、いよいよ12月中に動画の配信が始まると
ということでございますので、今日は特別に先方の方から20秒の動画にまとめていただきましたので、ちょっとご覧いただければと思っております。できないことはなかろう。あの暴れ川に橋を、まずは川底に柱をしっかりと打ち込むのだ。よいしょ。1年後、大工事の末、ようやく千住大橋が完成しました。ということでございますね。これはかつての人気番組、人気アニメの日本昔話のスタッフの方々が中心になって作られているということでございますので、本編をお楽しみいただきたいと思います。私から以上でございます。ありがとうございます。以上で区長からの説明を終わります。それでは一括して質疑を受けいたします。何かございましたら挙手をお願いいたします。どうぞ。足立朝日です。デマンドタクシーについてなんですが、これは、台数とか、なかなか捕まらないとかっていう、そういう問題は大丈夫なんでしょうか。問題はこの運行事業者ですけれども、この公募した段階で実際にこの地域の何社が手を挙げてくださるかによってだいぶ状況違ってくるかと思います。今のところ、いろいろ下話をしていく中で、数社は手を挙げていただけるんではないかという感触は持っておりますが、実際に開けてみないとわからない部分もあります。確かに朝の例えば病院に行きたいというような需要が、重なるような時間帯につきましては、30分前に電話をしていただいて必ず捕まるかというと、そこまでの保証はできない部分もあるかなとは思っています。そこのところは実際にどのくらいの方 の利用があるのかということと、需要と供給のマッチングということになりますけれども、はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。お願いします。お願いします。すみません、都政新報社の土井と申します。デマンド交通についてなんですが、はい、まず実証実験の期間を半年にした理由と、あと、デマンドタクシーをこう今も実証実験を始めている区から、思ったよりも乗車率が低いっていうことを聞いたことがあります。そういったことにならないために何かこう工夫ですとか何か考えていることあれば教えてください。はい、正直言って私も担当が半年って言ってきた時にちょっと短いんじゃないかと、周知も含めてというふうに思いましたけれども、だらだらやってもということですので、まず見極める、さっきお話質問の出た台数的に需要と供給のバランスが大丈夫だとか、あと金額が、利用に適している金額なのかということも、その見極めるにあたっては半年あればというのが担当の考え方です。で、実際に先行している自治体が苦戦しているということも聞いていますので、これはもういかに細かく足でですね周知をしていくかということになってくるかと思いますので、どういった方々がご利用になるのか、もしかすると高齢者ばかりじゃない可能性もありますので、あまりもこう先入観にとらわれず、ありとあらゆる媒体を通じて PR をしていく、周知をしていくということで、何かこれという特効薬を今のところ思いついているわけではありませんけれども、SNS 広報誌、または地域の説明会等も細かく行って、せっかく新しく考えていくわけですし、実際にこれがうまくいかないとなると、バス路線だけではとても足立の交通の、交通網を維持できないという、私自身非常に強い危機感を今持っています。ですから、これだけで補えるというわけではありませんけれども、骨格をバス路線で維持しつつ、間をつなぐ、ネットワークとしてこういったものを使っていくという複合的な交通対策として考えるとしますと、今回、この地域でなんとか可能性をつないでいきたいなと思いますので、それは私も含めて本腰を入れて利用促進に向けて PR 努めてまいりたいと思います。
他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。読売新聞の大原です。お世話になります。業務委託先の緊急立ち入り検査なんですけれども、繰り返しになりますけれども、このをやる意義といいますか、意気込みといいますか、改めましてお聞かせ願えますか。はい、先ほど申し上げた通り、あれだけの NTT との名前がついた大きな会社がですね、最近まで BS メモリーを直接機械に差し込んで、そこから情報を得ているような、今の足立区でさえ考えられないようなですね、状況の中で個人情報がやり取りされてたという現場の現実を見ますと、単なる使用書だけでなく、使用書通りにいかに厳密にですね、作業が行われているかということを現場で目で確認してくる必要があるというのが強い認識でございます。先ほど申し上げた通り、数が多いですし、全部近間というわけではございませんので、本当ですと短期間の間にささっと行きたいところですけれども、少々時間がかかるようですが、それには規模感ですとか、個人情報を扱っている内容等で優先順位をきちっと見極めながら、必要なところはとにかく、先ほど申した通り、12月にできるところはやっていく、3月いっぱいでということで、これは確実に履行してまいりたいと思っています。区長のご認識としても、この NTT マーケティングアクトとビジネスソリューションズのこの個人情報の管理は、区長のご認識としてもずさんだったというふうに、というようなご認識でいらっしゃるんでしょうか。記者会見で内容を確認させていただいた範囲で、いやこれは大変なことだなということですね。それと私たちを信用していただいている区民の皆さん方に対する、私たちは一義的には漏らされた方の被害者であるものでですね、被害者意識だけではなくて、一方で区民の個人情報を守っていかなければならない厳しい責務もございますので、こうした調査を通じて足りない部分があれば使用書に書き込むですとか、抜本的に何か法的に新しいルールを入れなければならないのかどうかといったことも含めて、検証の中でですね、確認をしていきたいと考えております。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。足立町民の吉岡ですけども、先ほどのタクシーの件なんですが、ちょっとこれに乗るのに手続きが面倒くさいんじゃないかなと思うんですが、そこら辺はもうこれ以上改良の余地はないんでしょうか。それとあとこの行き先ですね、行き先のあれはもうこれで固定なんでしょうか。例えば竹の塚の駅に行きたいんだ、東武線使いたいんだって言った場合に、これ確か竹の塚入ってなかったような気がするんですけど、駅では入ってないですね。そういうのは希望するところというんですか、固定の場所に行くってことじゃないみたいですけれども、今回のこれはだけど、そういうのはなんかどうしても竹の塚に行きたいんだとかって言った時には行ってくれるもんなんでしょうか。今のルールの中では決められたところにしか行けませんので、もしどうしても竹の塚という場合にはご自身でお支払いいただかなければなりません。ただ6ヶ月の中で竹の塚を入れることによって、利用が増えるのか増えないのかというようなことも確認していく必要があると思います。ただ財政的な問題もありますので、青天井というわけにはいかない部分もございます。ただご要望いただいて、場所的にあとどこをプラスしていけばいいかというようなこと、あとはこの地域でこう区切っておりますので、この地域以外にこれからどの程度広げていくかということも検証の中で考えていく、需要と供給のバランスと予算見合いで考えていく必要があるかと思います。登録につきましても、いろいろ、私たちの方が窓口を作ったりカバーしていくつもりですけれども、そうは言ってもいろんな面倒くさいと感じられる方大勢いらっしゃると思いますが、なるべく近間で手続きができるような拠点をたくさん作って、少しでもこう汎用性のあるというか、手間がかかるなと思わない、それを少しでも軽くできるような対応は取っていきたいと思います。これは登録するというのは何か意味があって登録なんですか。その地域に住んでいる方という証明が欲しいから登録なんですか。それもございます。今回地域に限っていることもありますので、
で実際に登録人数によって何がっていうことはタクシーをどのくらい私どもの方キープしておく必要があるのかどうかみたいなことですとか、これだけ登録があるから、事業者さんにもう少し協力してもらえませんかっていうふうにお願いができたりすると思うんですけども、分母が全く想像もつかないんではなかなか事業者に交渉もできないかと思っておりますので、本当にわっとこう爆発的に増えてくれば最終的にはそこはもう未来形としては必要ないのかもしれませんけども、まだ最初のところですので、そこのところはご了解いただきたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、すみません、最後に私から一点補足説明をさせてください。先ほど国を臨時交付金のご説明をさせていただきましたけれども、右肩の資料の真ん中ほどですね、対象世帯に関しましては3万円のものに関しましては住民税非課税世帯と家計急変世帯、失礼しました、今回のものに関しましては5年度の住民税非課税世帯というのが現在私どもが把握している情報でございます。それでは以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。